あ、どうも、元スペイン代表ダビダビジャ、33歳、中年です。長らくスペインナンバーワンのエースストライカーを目指し頑張ってきましたが、結局バルサでもナンバーワンメッシを倒してナンバーワンの座につくことはできず、ナンバーツー。スペイン代表でも怪我などもあってスタメン落ち。ネットで作られるスペイン代表史上最強フォームは、フォワードのいないゼロトップです。そして、もうそろそろ引退かなと思い、MLS に来たところ、今回、EFT 2025開幕に合わせて、格安制ビッグとして300円で登場させられました。そして、与えられたプレイスタイルもデコイランです。はい、引き立て役です。B ですね。結局ナンバー2なんです。どうせ僕はナンバー1になれない永遠のナンバー2なんですよ。お前がナンバー1だ!エンデバービジャーこんにちは、ドラゴンバールのロビンセクソー、どうも皆さん、ドラゴンバールでぜひ登録、ご購入とよろしくお願いしますぐらい、本日もいつもより2025守りやっていきたいと思うんですけども、今回はこちらの2025開幕記念格安エビッグとして登場したスペイン代表エビッグビジャ初勝やっていきたいと思います。はい、ついに来ました。この時はめちゃめちゃ楽しみにしてましたね。今回ね、エピックビジャがなんと300円というね、格安価格で登場したわけですけども、皆さん、ヒロアカのエンディバーというキャラ知ってますでしょうか。このキャラはですね、ヒロアカ界のヒーローランキングというので、もう万年の2位だったんですよ。このビジャと一緒です。ずっと日の目を浴びずにね、もう実際ビジャ今回プレイスタイルデコイランっていうね、もうあんなに得点決めてきた選手がデコイランというね、もう引き立て役 B という、もう最大級の屈辱をね味わうようなプレイスタイル与えられたわけですけども、最後の最後にですね、エンデバーもヒロアカの柵内でナンバーワンになるんですよ。結局最後はね、ナンバーツーだったとしても、頑張って頑張って努力し続けた。エンデバーという英単語、日本語にすると努力という意味ですよ。努力をし続けたエンデバーがナンバーワンになったわけです。先ほどね、ナンバーツー界の王、ベジータ様からね、お前がナンバーワンとビジャ言われたわけですが、デコイランというプレイスタイルにそぐわず、圧倒的なストライカー的能力で、エビックとして、イフトに登場しましたので、今回はこちらを魔改造したビジャ使っていきたいと思います。では早速能力の方を見ていきましょう。まずはですね、デコイランのくせにオフィス戦が高い、もうマジでメインストライカーです。もうラインブレーカーでしょっていうぐらい、ボックスストライカーでしょってぐらいね、オフィス戦93と高いんですよ。そしてボルコンも93あって、ドリブル能力2つも85あると。そしてパスもね、72あって、決定力90ですよ。こんなね、能力値してる選手、デコイランじゃない。もうナンバーワン、ライブレー、ボックスストライカー、どちらかで普通はね。はい、そういうことでね、カーブ数値も結構80超えていて、スピードも90、キック力も95ですよ。こんなにもね、もう自分にパス出してくれたら得点決めますよって言ってるような能力値をしてる人が、デコイランってありえないから、マジで。今回ですね、まやかしです。ということで、めちゃめちゃ強いビーチャーで早速スキルの方を見ていきましょう。はい、こちら、ダブルタッチ、足裏、コンカ、ワンシュート、ストライカーに必要なものは全て持っていて、ヒールトリックなんかも持ってますね。 PK キッカーも PK も自分で蹴るぞと。そして今回のビジャ気になっているでしょう、ブースターはなんとこちらクラフトの方でボールキャリーつけました。いや、素晴らしいでしょう。これでしっかりドリブル能力もね、85以上全部乗ってきて、いや、マジでこれね、ストライカーとしては必要なね、能力全て揃っております。ということで、今回のこちらの300円ビジャめちゃめちゃ強いんでね、もう普通にね、真面目な話、300円でね、この能力取れるんだったら全然みんな買っていいと思いますので、今回の初使用で大活躍すると思いますので、ぜひ皆さん最後にご視聴よろしくお願いします。では早速やっていきましょう。レッツプルスウルトラブロミネスバーン。では、医者にマッチングできましたので、こちらの方から確認していきましょう。絶好調はブライムとラファエルレオンと、OK、じゃあレオン入れて、ブライム入れて、ビジャーを普通なんでね、このままやっていきましょうか。いや、マジでね、普通にビジャーね、これ3分、いや、強っ。ちょっと待って。相手強いな、これ。いや、ロナウジュのね、やっぱ強いわ。普通に相手にいてめちゃめちゃ強く感じますけども、いや、ビジャーいないね。ビジャーいないね。いや、あのね、本当にこれ300円で取れるんだったら、ロナウジュよりも全然コスパ的にはいいからね。今回の主役は、ナンバーワン、ビジャーだぜ。オッケー、ここでやっと奪えないんかい。ちょっと待って、ここで奪っていくぞ。らしい、言われてるよ。じゃあ、こっからビジャ落として、ほぼファーストブレスね、やっていきましょう。いや、マジで全然的に触れてないな。で、カカから、待って、もう前半もう結構経っちゃってる。30分超えてる。ビジャ、オッケー、じゃあ、ここで扱い見ていきましょう。ドリブル、おー、フィネスはももやりやすいね。やっぱ、フィネスやっぱやりやすいですね。やっぱ、ボールキャリーついただけあるわ。縦パス入れて、ここからデコイランじゃないじゃん、動きは。ここ行った、こっかは無理か。うわ、ファールないの、今の。
うわマジで、え、でもドリブルしやすかったね、めちゃめちゃドリブルしやすかった。で、タオテパス入れて、ここからレオンから中入れて、ここくさび入れてから、ここビジャ入れて、ビジャダブルダイで打ってみて、うわ無理か。結構ビジャポジショニングがいいね。でも普通にデコイラね、正直使ったことがあんまりなくて、デコイラ持ってる人って今誰いんだろうね。マジでその選手が分かんないぐらい結構ね、貴重なプレイスタイルだと思うんですけども。じゃあ縦パス入れて、ここからブライム繋がんないか欲しいな。ここ、OK! 来た！ここから縦パス入れてビジャ抜き出してニアリコンということで、まず前半終了間際に、裏抜け、もうデコイラじゃないよこれ。ラインブレイクしてしっかり先制でビジャー決めていくと、それで、いや、いいじゃん！結構強いだよね。普通に、さっきボール持った時、まあ今動画見ててもわかると思うけど、結構軽かったよね。いや、めちゃめちゃ良かった。いや、ボールキャリーつけてるだけありますね。まあ能力1しか変わってないんだけどね、そこは。で、縦パスさせにきついか。ただここで、おんと、おんちょる。いや、惜しい！めちゃめちゃいいね。ポジショニングいいっすね、やっぱ。オフェンス93あると、全然パス出せないっていうところにいないね。オッケー！ここサリバイバっていく。じゃあ、ここから中に一回折り返してからビジャーに当てましょう。で、ビジャー一回サイドに叩いて、ここからアラウゴの裏はさすがに取れなそう。うお、埋まったけど、うわ惜しい。いや結構ね、対面がアラウゴっていうのはね、さっきからね結構前向けないんですよね。だから受け方大事で、ビジャ受けてからここ一回フィネスも含めて OK、 前向いて、ここからどうしよう、ダブダ、うわちょっと俺がタイミングミスったわ。もう少しフィネスで来れてればよかったね。いやめちゃめちゃ今のちょっと悔やまれるな。もう頑張って切り替えていきましょう。 OK、 カッカー奪って、 OK、 事故ってない大丈夫、 OK、 落としてバルベリで当てて、ビジャ落とす、上げる、一回もう一回落として、ここからもう一回ワンツーして、きた、いやいいぐらいビジャ、ちょっと待って、今の綺麗すぎない？いや今のめちゃめちゃうまかったっしょ。いや、今のうまかったよね、めっちゃうまかった、うまくいったよね。いや素晴らしい抜け出しでしたということで、なんと、いや、やっぱさすがっすね、ビジャー。オフェンス93だったけあるわ。めちゃめちゃ抜け出しの、抜けるスペースが良かった、今。いや、素晴らしいということで、なんとビジャー2得点目でございます。いや、このメンバー相手にだからね。このメンバー相手に2得点は普通にすげえよ、マジで。いや、結構荒う子対面でも全然やれてるな、ということで。素晴らしい活躍、ビジャー、ひしゃみ出していく。オッケー、奪っていく。ここからオッケー、一回落として、いや、パスが惜しかったけど、ここからワンチャン繋がれ、いや、惜しい。いや、マジでめちゃめちゃ守備も頑張ってくれますね。はい、ということで、ここで1試合目終了と、いや、マジでエグいやん。ビジャ普通に強いというか、ビジャのおかげで勝ったからね、今、2得点。いや、素晴らしい。ガチでナンバーワンだぞ、今のところ、中で。めちゃめちゃ強いということで、いや、ビジャ素晴らしい。いや、普通にアラウゴとかめちゃめちゃ強いディフェンダーの選手いながら、あのスカットに対して2点なんで、これ300円って考えたらエグいな。いや、みんな買うべきだろ、これ。ということで、じゃあ2試合目やっていきましょう。はい、ということで、2試合目マッチングできましたので、コンディションの方から確認していきたいと思います。コンディションの方はこちら。ビジャ絶好調だけど、ベリンガムどうしよう、お前。ベリンガムが適正かもしれない。じゃあ、ここでベースナイデル入れての、まあ、デルビューラね、まあ、若干被るんでね、このまま行きましょう。いや、強いな。ちょっと待って。さっきからめちゃめちゃ強いな、お相手さん。めっちゃ強いんですけども、このメンバー相手にも、さっきのメンバーにやれたんだから、やれないわけないんですよ。ビジャもう一回、ハットトリック目指して、決めていきましょう。オッケー、プラティニからサリバカッサラテイク、いやマジで強えな。ということで、じゃあ一回落として、いやマジで抜け出しがエグい。ただここワチャル、オッケー、取った取った、よっしゃ来たということで、いや素晴らしい抜け出し、パスが若干引っかかってしまったんですけども、その後すぐにね切り替えて、もうデイズの塚本かのようにネガティブトランジション、エグかったね。すぐに守備に切り替えて、もうボールかっさらって、自己生み出して奪っていくと、いや素晴らしい、マジで。いや今のビジャーってか、さっきからね使用感がマジでいい。ポジショニングとか、いややらかしました。では切り替えていきましょう。いやマジさっき言おうとしてたのはね、ポジショニングがいいわ。本当にね、ボール持ってる時もめちゃめちゃ扱いやすいんだけど、こうやってね勝手に裏抜けしてくれるよ。でこいらめっちゃいいじゃんこれ。本当に使用感いいっすね。だからなんつうか、本当に一緒にいてじゃねえよ、あのプレイしてて、プレイしてて一緒にプレイしてるみたいになってるけども、使っててね本当にストレス感じる。なんでそこいんのとかいうのは一切ないね。でここもピーシャー頑張って走って、いや惜しいな。ただここサリバもう一回プラティニから奪っていく。マジでサリバが強すぎる。本当に今シーズン強すぎる。タッティパス入れて、あ、じゃあビジャー混合して、マジでそれ決めんの普通に、マジで、いやこれがビジャーっすよ。いやマジでっつって、本当に強いわこれ。300円の価値じゃねえ。いや待って、これガチスカ全然あるぞ。全然ガチスカ気がありますね。で、ビジャーじゃあここドリブルも見ていきましょう。中入ってってパスも出して、OK 繋いで、お、いいよ、ビジャーめちゃめちゃいい。あー、ちょっと待って、そこだとオフサイドになっちゃう。ごめん、出せなかった。こっから縦パス来た！ビジャー、中しっかり向いて、いや、惜しさ、いや、ジェラードはきついわ。ジェラードやっぱ守備能力高いし、足速いからな。今のはしょうがなかったけども、いや、見たでしょ、このポジショニング。普通にエグいって。で、また、
なんかプラティニが弱いみたいになってないさっきから。オッケーカッカッカロ、待ってマンチャル中入れて、ビジャーここドリブルもしっかり見せて、オッケーフィネスも含めて打っていく。いやーちょっと力んじゃった、やらかした。オッケーここムーブアップかっされていく。それしじゃあビジャーからここねこねてこね外出して、あー無理か。いやーちょっとねコーナーだからかさ、マルディニンのここじゃあ縦パス入れて、ビジャーからオッケー落ち着いてここ、うわーまだいける、まだお前ならいける、オッケー奪ってから一回後ろ落とそう、一回後ろ落としてオッケームーアップに入れて、オッケースナイル落として、カカここコンカした入るでしょ。オッケー素晴らしい。ということでビジャーのねまたネガティブトランジションですよ。まだ勝っちゃった。ネガティブトランジションですよ。すぐに守備に切り替えてね、ボール奪って、そっからチャンスにつなげて、カカがゴールド。いや、素晴らしいマジで。いや、マジ、本当にいいリズムだな。はい、ということで、ビジャー惜しかったね、今。キーパー上がってたから、ビジャーで受けた時に、いや、もう決まれるなと思ったけど、ここで試合終了と。いや、でも、それでも素晴らしい活躍してくれました。もう実質アシストでしたね。2ゴールだから、2試合で4ゴール1アシストっすよ。これが、マジで破格の超絶優のナンバーワンの性能を持ったビジャでございます。ご視聴ありがとうございました。ぜひ皆さんチャンネル登録今後もよろしくお願いします。で皆さん次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ビジャお前がナンバーワンだ。